グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。空いた土地の雑草取りが大変でお客様は困っていました。お庭いっぱいにウッドデッキを作り空き地をなくすご提案をしました。ウッドデッキでお茶を飲んだり本を読んだりしたいとご希望がありました。手すりを高く設置してリンチからの目隠しになるように計画します。目隠しフェンスは椅子に座ってリンチからの目線が遮られる高さです。狭い敷地周りは雑草取りがとても大変です。雑草が生えず快適に過ごせるようになりたいとお話がありました。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。ウッドデッキ下は防草シートを一面に貼っているので草が生える心配はありません。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。